犯罪が増えております。2022年度は犯罪認知件数60万件だったんですけれども、昨年の犯罪認知件数70万件、たった1年で10万件も増えてしまいました。特徴がありまして、雑で荒っぽい犯罪が増えています。昨年の東京都内の押し込み強盗、いわゆる侵入強盗が 55% 増加、たったの1年であります。それと強姦が 59%、 たったの1年で増えております。これらの特徴は雑で荒っぽい犯罪、これが急に増えてます。世の中ホワイト化でですね、若者は行儀よくなっていくのにおかしいと思いませんか。昔火炎瓶を投げていたような元気のいい世代は現在70代で、そんな犯罪をする元気もありません。日本人だけでしたらば、こんな雑で荒っぽい犯罪が増えるわけないんですよ。警視庁さんはですね、この雑で荒っぽい押し込み強盗や強姦などの犯罪が一体何人の手によって行われているか公表してもらいたいものであります。今の若者はそんな粗暴な犯罪をやる元気などありません。行儀はいいのであります。昔火炎瓶を投げていたり鉄パイプを振り回していた元気な世代は、70代でそんなことやってる場合ではありません。日本人だけだったら雑で荒っぽい犯罪がこんなに増えるわけないんですよ。皆さんそう思いませんか。私は日本人による犯罪ではないと思いますよ、この雑で荒っぽい犯罪は。あなたの言う通りだよ。同じこと思ってる。本当に怖くない。頑張ってくる。日本海。